ESX! Woohoo! Come on out! あら、浜松ナンバーじゃないですか。はい、それではもうたくさん喋ると思いますので、田中編集長からお言葉の方を。はい、はい、カスタムカーです。はい、この車なんですけど、ホイールを見てもらえると分かるんですけど、 Z33 のホイールを履いてまして、これ19インチを履いてます。ありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。で、19インチ、のこの車高を実現するためにフェンダーをもう丸々一周作り直してまして、エンジンの中見てもらえると分かるんですけど、タイプルフェンダーになってまして、しかも全て鉄板っていうところがポイントで、普通だったら FRP とか使うんですけど、はい、鉄板っていうところがちょっとカスタム化アワードっぽいなということで選ばせていただきました。で、まあ、ちょっといかにも膨らませるようなフェンダーじゃなくて、現行の輸入車のような綺麗なフェンダーというか、そのフェンダーラインを美しく出しているってところがポイントですね。で、ちょっと待って、ナンパしてるから全然聞いてないよ。全然聞いてない。今ナンパしてたしずちゃんのこと。楽しくいきましょう。純正チップなんですけど、まあ、全体のレベルがカスタム的に高いということで、で、ちょっと 1ATSX というとなんかドリシャのイメージがあるんですけど、ちょっと大人の雰囲気で街乗りも軽く流せるような車に仕上がっているところがかっこいいなと思いましたね。選ばせてもらいました。はい、ありがとうございます。よかったら一言コメントの方お願いします。あ、めっちゃ緊張しますありがとうございます。一言、本当に一言、ありがとうございます。なんかここがとかないですか？いいですか？綺麗な人が隣にいるもんで私はとか言ってはい、ありがとうございます。写真の方を撮ってお帰りくださいみたいなありがとうございました。はい、エンジンもね、見れるのってすごい、うん、面白いよね。私結構好き、あの車の中が全部見えるみたいな。うんうん、そう、で中もすごい綺麗にしてるっていうのがアピールして、ね、バイ、ちょっとこっちにも行ってみようかな。あー、すごいすごいすごい。いや、なんか上も開くんやみたいな感じ。あ、本当だ。ありがとうございます。しずちゃんめっちゃ気に入られてるよ。本当にね、本当にね。すごいナンパがすごかったもんね。そうちゃんとみんなも。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。お気をつけてそのまま浜松までお帰りください。いやー、まさかステージ